警視庁及び東京消防庁の殉職者を祀る、弥生霊道国防のために殉職した、軍人、軍属等を祀る靖国神社神奈川税務署員、殉職事件で殉職した税務官の異例非殉職とは、職務、業務中の事故などが原因で死亡することを言う。本校では、日本国内の事例を取り扱う。殉職の一般的な事例として、警察官、消防官、自衛官、 海上保安官なお、かつて船舶や、艦船の船長、艦長には、沈没時には最後に対戦する、時には、船と運命を共にすることが慣例化されており、救助を拒否して死亡、または自殺した場合でも、殉職と表現されることがある。一般企業や工場においても、勤務、作業中の事故が原因で死亡した場合は殉職と呼び、この場合産業殉職者として、 検証会が立つ。大規模な土木工事では、黒部ダムで171名、東海道新幹線で210名、青函トンネルで34名など、多数の殉職者が出た。このような場合、完成後に施設近辺に慰霊費を設ける事例も多い。また、労働安全が労働省の取締りの所管外となってしまった、鉱山業界においては、多数の殉職者を出す事故が、 たびたび発生した。特に石炭採掘では、校内火災やガス中毒によって、時に一度の事故で100名を超える殉職者を出すこともあり、石炭採掘の社用化に拍車をかけた。炭鉱事故の殉職者の中には、火災やガスの充満などで救出が困難により、校内に置き去りとなった者もいる。また、それぞれの職種ごとに、 維持への教育資金援助や慰霊式典を行うため、殉職者の検証会が設けられている。1947年の神奈川税務署員、殉職事件後には、特殊な第三国人等に対する検査調査を行う、税務職員への特別手当を支給することとする、法案が出されるなど、殉職者が出ることによって、一定の税制措置が取られることもあった。特殊な例としては、国内、 国外で取材を行っていたジャーナリストが、テロリストやその国の軍隊に殺された例も、殉職として扱われることがある。病死の場合は、殉職扱いとはならないが、例外もある。これらの事例は、いずれも、公務、業務の遂行中に被爆あるいは発症した、その因果関係が明確なためである。自衛官、警察官、消防理員、海上保安官、刑務官、 入国警備官といった職務階級が明確な職業において殉職に伴って在職階級から二段階承認させる制度、または観光で名誉、助訓、その他の遺族に対する保障も特進した階級に基づきなされる。この結果、二階級特進がしばしば殉職の別称とされる。特進とは、旧日本軍における軍人の 特別親給の略称であり、現行憲法下の公務員の階級が上がることを承認ということに照らせば、不自然だが通俗的には特進という用語が用いられている。なお、警察官の場合、巡査巡査部長、警部補警部警視、警視制、警視庁、警視官警視総監という階級構成で、巡査のみに級特進先は巡査部長ではなく警部補。これは、 巡査長が階級的職位に過ぎず、階級上は巡査と同格だからである。ただし、近年の職務執行中の交通事故による巡職の場合には、1階級のみの承認にとどまる。警視庁の警視総監への特進令は確認されていない。これは、日本軍において、功績顕著な戦死者を2階級特進させた例に習ったもの。また、 死亡退職金や遺族年金では、特進後の階級を基準とするため、算定に当たり有利になるという側面もある。もともと戦死者を特進させる習慣はなかったが、日露戦争において、軍進とされた、広瀬武雄海軍少佐、立花の集太陸軍少佐が、死後それぞれ中佐に一階級特進したのが、始まりとなった。その後、 第一次上海事変における爆弾産融資を検証するため3人を2階級特進させ、それ以降、功績抜群の戦死者は全軍布告の上2階級特進というのが慣例になった。なお、戦死にあたっては部内で進級の要件と規定されている当該階級での勤務年数である実役定年を満たしていないものでも必ず特進として進級するとは限らなかった。 また、大佐が中将になる例は少なく、召喚には二階級特進が認められていないため、少将,将が大将に進級する例はなかった。海軍では、大将が戦死した場合には、元水の称号を与えた例がある。旧陸軍では、下士官の航空特攻での戦死者には、最大四階級特進まで規定されていた。しかし、テストパイロットの殉職など訓練中、 公務中の死亡である殉職と、戦闘での死亡である戦士とは、明確に一線を画しており、外地で公務中に死亡するなど戦士に準ずると判断された場合を除いては、殉職者は、最大でも1階級特進止まりであり、2階級特進した例はない。自衛官が殉職した場合は、特別承認として1階級もしくは2階級承認することが多い。 朝霞自衛官殺害事件で殉職した、一条哲夫市長は2層に2階級特進した。2003年11月29日、日本政府はイラクにおいて、テロリストにより射殺された日本大使館の外交官に、対して2階級特進に相当する職階の特進を行った。国家公務員を見渡しても警察官、自衛官、海上保安官、刑務官、入国警備官以外には、 職務階級制度そのものが存在しないこともあり、外交官では前例のないことであったが、これは認知のカントリーリスクが際立って高い状況などを勘案してのものであったと言える。退役軍人の功績を称え退役時の階級から昇進させることもあり、タムルアンドークツの遭難事故では遭難現場まで物資を届けに行った最中に死亡した。 元太陽国海軍特殊部隊のダイバーが軍曹から少佐に特進し、白蔵君将君一等が授与された例がある。これ以外にも消防理員、消防団員など多数が殉職している。消防団員は非常勤の特別職地方公務員であり、災害時以外は各自の職業があるため、氏名は原則公表されていない。 自衛官、警察官、他多数、名外交官、この節で、被災した、事件、事故は、職員、従業員に責任が返さないものである。他にも多数の事例がある。公務員が殉職した場合で特に功績が認められた、時には、衝突金が送られることがある。毎週放送の刑事ドラマにおいて、レギュラー出演している刑事の登場人物が作中で、犯人などに殺害され、 その回限りでその人物は死亡したものとして、レギュラー出演を終了し降板することがあり、一般的に殉職と呼ばれる。1972年7月21日から放送された太陽に吠えろ。では、マカロニこと、早見敦史刑事を演じた、萩原健一が最後の出演会で殉職する形で、同作品から降板することを要望し、 1973年7月13日の放送で、早見刑事が殉職し降板した。これ以降、同作品は、新人刑事が登場した後一定期間出演後に殉職するパターンを繰り返し、西部警察をはじめ、主に1970年代から1980年代の他の刑事ドラマでも殉職の手法が使用され、 警視庁殺人かのように作中に登場する主要な刑事すべてが殉職する作品もある。ありがとうございます。